ダイアトニック、ダイアトニック、エイダイアターニック。日本語では、ディアトニックともとは、ハーモニカ及び、ジャバラ楽器、アコーディオン、コンサーティーナ、バンドネオン、他について使われる特殊な専門用語。クロマティック、クロマチックとタイになる概念。通常の音楽用語では、ダイアトニックスケールは全音階を、クロマティックスケールは半音階を指す。しかし、 ジャバラ楽器の世界では、ある一つのボタン鍵盤を押したまま、ジャバラを押したときはど、引いたときはれ、というように、別の音が出る、押し引き音式を、ダイアトニック式あるいは、バイソニック、バイサーニック相音式、または、プッシュプルと呼ぶ。これに対して、一つのボタン、内し鍵盤を押すと、ジャバラを押しても引いても同じ音が出るようにしてある、押し引き同音式を、 ジャバラ楽器の世界では、クロマティック式あるいは、ユニソニ、ユニソニック一音式と呼ぶ。ジャバラ楽器の鍵盤には、ピアノやオルガンの鍵盤と同様の黒鍵と発鍵の板状の、ピアノ式鍵盤、手鍵盤と、母体鍵盤がある。細長い板状の形をしている、ピアノ式鍵盤よりも、母体鍵盤の方が、狭いスペースにたくさん並べることができる。また鍵盤を、 ダイアトニック式、押し引き音式の配列で並べれば、少ない鍵盤数で、たくさんの高さの音を鳴らせる。理論的には、ボタン数の2倍までの数の音を鳴らせる。1820年代末に発明された初期の、ジャバラ楽器は、小型軽量であったため、母体鍵盤を採用した。また、イングリッシュコンサーティーナを例外として、初期のジャバラ楽器は、 ダイアトニック式の鍵盤配列を採用した。押し引き音式は小型軽量の蛇腹楽器に向いている反面、ドレミファを鳴らすためには蛇腹を小刻みに押し引きしなければならない。楽器のサイズが大きくなると演奏音がしにくくになる。結果としてダイアトニック式のボタン鍵盤配列は 1kg から 6kg くらいの間の小型中型の蛇腹楽器に多い。クロマティック式。 押し引き動音式の特徴は逆である。もともと母体鍵盤の数が少ない小型軽量の蛇腹楽器でクロマティック式のボタン配列を採用すると鳴らせる音域が狭くなってしまい不利である。一方、蛇腹の押し引きの切り返しが不要である分、中型、大型のサイズの楽器の演奏では有利になる。結果として後に開発されたキログラムから十数キログラムの中型、 大型のジャバラ楽器は、クロマティック式が多い。上記のような理由で、ピアノ式鍵盤を持つピアノアコーディオン、現在の日本で最も普通に見られるタイプは、中型大型のジャバラ楽器に向いている。初期のジャバラ楽器は、全音階、ダイアトニックスケールのみを弾ける素朴で小さなタイプが多く、それらは、バイソニック、押し引き音式のボタン鍵盤が多かった。そのため、 ジャバラ楽器の関係者は、バイソニックの意味で、ダイアトニックという語を使うようになった。一方、半音階、クロマティックスケールも網羅して弾ける。ジャバラ楽器は、初期の頃はおおむねユニソニック、押し引き同音式だったため、ジャバラ楽器の関係者は、ユニソニックの意味で、クロマティックという語を使うようになった。その後、ジャバラ楽器の改良と多様化が進んだ。 バイソニックのジャバラ楽器でも半音の母体鍵盤を追加して増やし半音階も網羅できるタイプも現れた。しかしジャバラ楽器の世界では長年の習慣を踏まえクロマティックスケールを弾けるジャバラ楽器でもボタン鍵盤がバイソニックなら習慣的にダイアトニックないしセミクロマティック、純クロマティック式と呼ぶこのような故障上のねじれは 西洋の楽器では珍しくない。例えばフルートは現在は金属製の改良型が主流だが、分類上は今も木管楽器と呼ばれ、金管楽器とは呼ばれない。実際改良前の昔のフルートは木製だった。ジャバラ楽器におけるダイアトニックとクロマティックという慣用的分類故障のねじれもこれと似ている。ジャバラ楽器の場合、外見がほぼ同じであっても、 鍵盤の配列がダイアトニックかクロマチックかで、双方も音楽のフィーリングも全く変わってしまうため、事実上別種の楽器になる。アコーディオンやバンドネオン、コンサーティーナなどでの演奏者はダイアトニック派とクロマティック派に分かれ、それぞれ自分の楽器に強い思い入れを持つ傾向がある。そのため、例えばバンドネオンやコンサーティーナを購入して習うような場合、 自分の憧れの瞑想者がダイアトニック派かクロマティック派か事前に調べておかないと後で失望することになりかねない。詳しくはバンドネオンボタン配列ディアトニックとクロマチック参照。一口にボタン式アコーディオンといってもフランスやロシア等の音楽で使われる大型のものはクロマティック式が多くアイルランドや中南米で使われるものは小型のダイアトニック式型。 という傾向がある。あくまでも傾向である。上述の通り、ダイアトニックタイプのジャバラ楽器の中には、半音専用のアクシデンタルキー等をつけたり、B 超全音階と C 超全音階という風に、半音違いの2つの全音階を2列のボタンとして、並みることにより、半音階も網羅して弾けるタイプもある。ジャバラ楽器の世界では、ダイアトニックは、ほぼ、バイソニックや、 押し引き音式と同義語であり、ダイアトニックスケールしか弾けないという意味ではない。この点は注意を要する。ピアノ鍵盤式、アコーディオン、ピアノアコーディオン。右の写真参照は半音階も網羅しているという点から言えば、クロマティックアコーディオンの一種であるが、ピアノアコーディオンはすべてクロマティック式であると分かりきっているため、わざわざこれをクロマティック云々の呼称で呼ぶことはない。 一方、母体鍵盤式アコーディオンは、小型はダイアトニック式が、大型はクロマティック式が多い、という傾向はあるものの、見かけだけではどちらなのか分別しにくい場合も多い。そのため楽器業界では、単にクロマティックアコーディオンというと、クロマティックボタンアコーディオン、右上の写真参照だけを指す。ハーモニカの場合は、 ある一つの穴に空気を吹き込んだ時と吸い込む時で違う音が出る吹き吸い音式であり、かつ全音階しか出せないタイプをダイアトニックハーモニカと呼ぶ。これに対してクロマティックハーモニカは半音階もカバーできるよう半音違いの二つのダイアトニックハーモニカを一本の楽器としてまとめたスライド式クロマティックハーモニを指すことが多い。詳しくはハーモニカの項を参照。 ジャバラ楽器の場合と違い、ハーモニカにおいては、不き球動音式をクロマティックと呼ぶわけではないので、この点は注意を要する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。